見て見て、これ TikTok 面白いんだよね。面白いな、俺もやってみようかな。今日は僕の一日ルーティンを紹介するよ。まずはご飯を食べます。おいしい。次は学校。おはようございます。はい、空気を通して生物同士の関わりで人は呼吸で体に酸素を取り入れ二酸化炭素を出してる。正解だよ。家に帰るよ。家に帰ってきたらマッハで宿題を済ませます。楽勝。寝る前のお風呂も忘れずにね。なんでこんなにできるかって、僕天才ですから。動画がバズってるぞ。ヤネちゃん TikTok 見たわよ。聞く。トラブルとかも怖いし、もうやめなさい。ヤネスケくんですか？ラジバンプロダクションのハワイです。よろしくお願いします。よければ事務所に入っていただけないでしょうか？案件もたくさんあります。お母さん頼む、入れさせてくれ。本当に大丈夫なんですか？我々が面倒を見ますので。それに今なら500万円の CM 案件も来てまして。ヤネちゃん TikTok 頑張りなさい。おお。今日は CM 撮影だよ。はい、どうぞ。うわぁ、すごいなぁ。ヤネスケさん入ります。よろしく。超人気 TikToker の周一郎さんじゃないですか。よっしゃ、一緒に CM 撮影頑張ろうね。はい。お腹が空いたなぁ。そんな時はこれ、バンカの食パン。ありがとう。美味しくてカチュン。コラーゲンとビタミンとカルシウムと生産力と乳酸菌と硫黄がたっぷり入ったバンクの食パンだよ。やれしくサコン。だって僕天才ですから。キョキョ。余計なものしか入れないバンクの食パン。キョキョ。はい、撮影お疲れ様でした。お疲れ様でした。疲れた。ヤネスケくん、気をつけた方がいいよ。なんでですか？キャラ作りすぎるとどんどん疲れちゃうよ。いや、でも楽しいので大丈夫ですよ。ならいいんだけどね。じゃあね。その後、俺は分析に分析を重ねてヒットする動画を生み出し続けた。よし、今日も200万再生。先生を論破してみたって動画、ちょっと炎上してるな。社会の授業を始めます。いい国作ろう、鎌倉幕府って言うんだけどね。近年の研究ではこの成立年代に関する異議が唱えられ、幕府の統治基盤が整えられた1885年が鎌倉幕府の成立したとされましたよね。そんなの知らないなんて教師失格じゃないですか。やっぱり明るいキャラじゃないとダメなのかな。ヤネちゃんちゃんと歯磨いたの？うるさいな。お母さんには関係ないだろ。俺が金稼いでんだからちょっとは感謝しろよ。ねねねね。おお、すげえ。てかあんなうさんくさい版誰が買うんだろうな。あれ？ヤネスケくんだよね。あ、あれやってよ。僕天才ですからって。いや、やりませんよ。うわぁ、なんかイメージと違うな。もっと元気で明るい子だと思ってたのに。ツイートしよう。うん、嘘です、嘘です。僕、天才ですから。おー、ありがとう、応援してるよ。あ、ありがとうございます。ヤネキン TV Everyday。 はい、どうも、ヤネキン TV のヤネキンです。今日は、爆発するスライムを作っていくよ。うわー、すごい伸びるね。このスライムを入れると、爆発するよ。それじゃあいきます。3、2、1。あ、いやいやいや、髪がボサボサになっちゃった。ということで、今回の実験は大成功です。でも、良い子は真似しないでね。動画がいいと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。ふぅ、こんなもんか。
これはバスってるのか。小指です。なんだこれ。うわー すごい銀の盾だ。うわーすげー輝いてるよ。本物だ。うわー屋根ちゃん YouTube 頑張ってるのね。すごいわ。ありがとう。じゃあ私が企画とか考えてあげるわね。お金の面もちゃんと私が管理してあげるから。え、ただいま。屋根ちゃん企画考えてあげたわよ。え、いいから取ってきなさい。今日は高木隆史屋に潜入していきたいと思います。あらいらっしゃい。こんにちは。うまい棒でも味見するかい。え、いいの。じゃあいただきます。うん、おいしい。食べたね。え、じゃあお会計10万円ね。おかしいでしょ。味見でも食べたから払ってもらわないとね。嫌だ。やっておしまい。おい、10万円出さないとどうなるか分かってんだろうな。おら、この野郎。あっぷ。あれ屋根ちゃんすごいわね。じゃあ次の企画の撮影を。もう危ない企画はやだよ。はあ、そんなこと言ってると立派な大人になれないわよ。でも宿題もやらなきゃいけないし。宿題よりも大事なことがあるでしょ。はあ、ほら挨拶しなさい。本日職業体験をさせていただきます、屋根助と申します。はい、今日はよろしくね。はい、じゃあ私は失礼するわね。あんたちゃんとやりなさいよ。ったく、なんでこんな忙しい時に小学生の世話なんかしなきゃいけねえんだ。おい、突っ立ってる話をまとめがれ。社長、意地悪ですね。まあ、一年あっても終わんないだろうけどね。できました。小学生だからって嘘ついていいと思うなよ。早く次の仕事くれますか。今日は一日ご苦労だったな。ありがとうございます。いい経験になりました。それでは。待ってくれ。この会社の社長になってください。は？あなたならこの会社を、いや日本を変えられます。まあ別にいいけど、お母さんにも言っといてね。社長、かしこまりました。さあ始まりました、屋根助ショッピングのお時間です。今日紹介する商品はこちら。この靴を履けばなんと 50m を1秒で走ることができます。それでは実際に走ってる映像をご覧ください。今お電話していただいた方に限り、なんとこちらの商品3キュッパでお買い求めいただけます。徒競走で1位になって、お母さんとお父さんを喜ばせてあげましょう。それでは。はい、ご予約ありがとうございます。ご足でございます。はい、ご足ですね。誠にありがとうございます。少々お待ちください。あ、10足ですね。誠にありがとうございます。少々お待ちください。はい、10足ですか。誠にありがとうございます。社長、注文が止まりません。よし、追加で1万足発注しろ。調子だ。さあさあ、お告げいたします。それでは総売上100億円達成おめでとう。乾杯。乾杯。お前ら今日はたらふく食ってたらふく飲めよ。これ見てみようぜ。お、行こう。キーコのマジックショーでーす。おお、やってるやってる。はい、まずはこちらのマジックをします。このカードを山札の中に入れて、こすると一番上に出てきます。おい、全然できてねえじゃねえかよ。なんなのこれ、全然使えないわね。こちらを消します。わあ、すげえ。次のマジック参加したい方いませんか。あ、やります。それじゃあ催眠術をかけます。
え、そしてこうすればわさび美味しく食べられます。おいちいですよ。ほら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 、おいちい、おいちい。どうなってんの。さらにこの人を消してみせます。ほんとかよ。タラリラリラ、タラリラリラリ、うわー、うわー、マジック大成功。おお、俺の友達は消えました。おい、俺の友達返せ。あちゃぱー、続けられそうなバイトないかな。残飯無料、レストランスタッフよ。いらっしゃいませ。明太子スパゲティお願いします。はい、かしこまりました。明太子スパゲティ、よいしょ。バーッ、こうやってこれを入れて。お待たせしました。なんでこのゴミみてえな料理は。ゴミですって。キーコスペシャルよ。ごちゃごちゃ言わないで食べなさいよ。こんなの食えるか。大人、金下ろせ。あ、いくらよ。あ、3万円だ。ちょっとあんた財布起こしなさい。おい、おい、ほら、おい、あ、あ、じゃあ帰ってね。おい、おい、食べなさいよ。おい、おい、もっとかまってくれよ。食べなさいよ。おい、何でも捨てんだクソ店員。誰がクソ店員ですって。あんた、あんた、あら、美味しすぎて失神しちゃったわ。レストランでパートをしていた主婦、細上喜衣子さん35歳が素手で強盗犯を鎮圧しました。強盗犯にも堂々とした態度で終始対応していたことで、 What the fuck? I found the real class talent! 喜衣子さんは怖い。君か。だ、誰はあんた。私はスワットの隊長だ。君に日本を救ってほしい。いやよ、バイトするもん。敵国の軍事施設にスパイして壊滅させてくれ。報酬は1億円だ。え、1億円ですって。いいわよ。ありがとう。じゃあ今から手続きを。あー、これで1億円ね。スノーマンのライブに予約いけるわ。お前は危険すぎる。この場で処刑する。この私を処刑ですって。うわあつい、あちゃー、お金も全部燃えちゃったか。はあ、結局ライブ行けないか。あ、1万円、ショッピー、今から会いに行くわ。